もう一度大きな拍手をお願いいたします。それでは続きまして披露していただきますのは大阪夢船の皆さんです。よさこいを心から愛し、夏の高知で開催されるよさこい祭り出場を夢見るクルーが関西一円から集結したチームです。2020年に迎える創立10周年に向けて、まっすぐな夢を表現する夢かけるを心を込めて踊らせていただきます。今年の作品夢かけるは、まっすぐな夢を一筋の飛行機雲になぞらえ、元気に爽やかに踊り抜く一曲です。ぜひ一緒に口ずさみながらお楽しみください。披露していただきますのは夢かける、大阪夢船の皆さん、よろしくお願いいたします。神戸アライブにお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、関西一円を拠点に活動しております大阪夢船というチームです。今年で結成9年目、神戸アライブで踊らせていただくのは初めてのことになります。私たち関西一円で活躍するよさこいチームの踊り子さん、そして初めてよさこいに触れるという仲間が夏の高知を目指して結集したチームです。今日はこの神戸で踊らせていただく、毎年高知で踊れたことの感謝を込めて関西凱旋のステージに初めてここ神戸で踊らせていただきます。ご紹介いただきましたけれども、まっすぐに伸びる飛行機雲に私たちの思いを乗せて皆様のもとにもしっかり届けてまいります。心を込めて踊ります。大きなご声援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではでは、夢かける、おい。よしや何回風熱の地でも青空に一つの飛行機雲、未来へかける夢。風に流されても